ボックンと申します。プロップライターやっていきましょうということで、殺人鬼バンシーちゃん使って遊んでいきたいと思います。サバイバーはジュン、ケイト、メイブル、タイガということでですね、バラバラだね。久々のバラバラサバイバー。さあ、ということでマップはキャッスル城やっていきたいと思います。真ん中から直されたらかなり厄介だから、真ん中ここを警戒しながら立ち回っていきましょうさあ来るか、いるね。どうも。今回ね、名前が見たことある人ばっかだから、うまいと思うんだよ。普通に。さあ、人になる。素晴らしい。扉は閉めない。まだ扉扱わない判断。なるほどですね。左の扉扱えそうだね。あー、そこでスタン。うまいね。どっち行った?右か。右なんなら、右だったら、ワンチャン追いつけるかもしんない。しっかり後ろ見てるか?おー、いるね。これ多分違う人だよね。違う人の気すんだけど。どうだろう。あー、同じ人だった。あ、でも瓶も使わせた。これはでかいぞ。さあ、山間で行ってるけど。いないね。真ん中直してる?あ、真ん中直してんね、やっぱり。今回は多分相当うまいパーティーだから気をつけていきたい。タイガちゃんね。さあ、一発殴って、どこ行った?いるね。さあ、ここでも一発殴る。でかいぞ。これ先回りしようか。タイが取れたらでかいんだけど。おっと、この子もいるな。この子回復したのかな?ちょっと目移りしちゃったけど。全然いいでしょう。下に来そうだな。あー、タイミング読んでたんだけどな。うまかったな。相打ちに持っていくつもりだったんだけど。ちょっと厳しかったね。あ、回してないのか、真ん中。真ん中回してないんだったら、ここ回してる?これも新しい人。ちょっと目移りがすごいな。あんまり良くないね。先回りしようか。何人かこっち側にいると思うんだけどな。どうだろう。どこが今壊れた?足元殴って。全員体力は半分以下なんだけど、釣り回数をね、増やしていかないとしんどくなるから、そこだけ気をつけていきたいな。一発殴って、息吹でノックと。OK。まあでも扉は結構な、あれで壊れたから、これ3来そうだな。大丈夫か?うん、来たよね、っぽい。OK。扉だいぶ壊れたから、こっから沼らなければ、まだいけそうだね。全然立ち回れそう。けどいろんなとこ結構ついてそうな、つく寸前だと思うんだけどな。まあ、最初そんなにね、回復アイテムないはずだから、うん、そこ直る。ちょっとこれしんどくなるぞ。一回壊しておいて。で、また戻ろうか。これちょっと疑似キャンじゃないとしんどいかもしんないね。まあ、もう一回戻って、多分、ジュンが助けに行くと思うんだけどな、どうだろう。まあ、ジュン行ったね、やっぱり。オッケー。この子もう一回狙おうか。オッケー、この子もう一回ノックして、スタン来る前に吊るそう。オッケー。で、左側、ジュン。トンネルはちょっと必須だな。遅れすぎたからな。どこ行った?わかんないな。ここ一個残ってる。真ん中もやってないかな。真ん中やってる?やってないね。ちょっと隠れられたらめんどくさいからな。いたな、今。助けたか?助けてない。ジュンも近くに多分いるはずだから。さあ、来た。オッケー。体力ないじゃん、この子。扉壊せる。これはでかいぞ。これはめちゃめちゃでかいです。こっち側も直ってないよね。オッケー。いるね。詰まってるぞ。うん、ジュンオッケー。これがジュンか。あれでスタンして助けようっていう試みかな、多分。一回この子釣ろうか。マジで、勝ちたい。マジで勝ちたい。スタンしてからだと思うから、スタンさせられないように、取って。でも大丈夫でしょ、これは。届くか、ギリギリ。あ、これ0秒パターン。うわー、マジか。もったいないことしたな、これ。まあ、でもそこの扉壊れてるから、一気で乗っと。OK。真ん中の椅子あんまり、使いたくないんだけど、仕方ないな、これは。OK。この子早めに速攻釣って、やってる?やってないね。アイテムも買いたんだよな。買いたいんだよな。そこ直る。一発殴って、
アイテム買おう。落ち着いて。ハンマーだけでいいか。ちょっとコインは残しておこうか。うん、いるね。どっち行く？これ下に来そうだな。あ、来ない。バレてるぞ。一発。もう一発でノックかな。オッケー。真ん中の遺産、ま、使いたくなかった理由はここなんだよな。疑似キャンがしにくいからね。いるね。なんかでっかいものになったな。椅子かな。うん、左側行った。うん、こっち側行ったっぽいな。なんとなく。オッケー。これで、ここを疑似キャンすれば、一人しか回せないはずだから、一人近くにいるからね。下に買っておこう。ここなら使い道できそう。一応、晴れる場所は、この奥の発電機と、やってないね。この奥の発電機と、真ん中。真ん中回してる？真ん中回してたら行こうか。真ん中回してる。二人や、しかも。オッケー。これ追いかけて、響き出してノック。で、奥側にチェーンかけに行きたいけど、いけるか？オッケー。いや、かけなくていいや。これどっちみち救助いけないな。瓶かなんか投げるか？オッケー。引いて、いいよ。通り抜けたか？オッケー、60秒経った。これチェーンかけなくていいや。で、このまま、ちょっと待って、上乗っちゃった。オッケー。しっかりかわして、もう一発と。オッケー！いいね、いいね、いいね。チェーンかけなきゃいけないかなと思ったんだけど、逃げたからね、耐久入れさせてよかったね。ちょうど確か70秒とか60秒とかだったから、60秒でちょうどね、耐久が入るから、かけなくても全然よかったね。いやー、よかったー。ちょっとガチで勝ちたかったから、ちょっとね、キャンプとトンネルやっちゃったけど、まあ全然いいでしょう。まあ、煽りとかね、そういうね、悪いことに比べたらね、全然ね、一つの戦法だからね。いや、よかったー。4釣りできて。釣り回数的には少なかったけどね、最初めちゃめちゃ具だったから。もう目移りしまくったから。まあ、ナイスゲーム。GG。